はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ18時、6時ですね。暗くなりかけています。4月は5日の土曜日でございますね。はい、行きましょうか。これは昨日5日の19時22分にブルームバーグに出ました記事ですね。サムソン米テキサスでの半導体投資を440億ドルに拡大へと、WSJ という記事でございますね。っていう440億ドルって半端ないやんっていう感じですけどね。サムソン電子が米テキサス州での投資額を約440億ドル、日本円にして6兆6600億円に引き上げることを目指すと米紙ウォールストリートジャーナルが事情に詳しい関係者の話をして報じた。すごいですね。これ多分ね、2年前にですね、アメリカのバイデン大統領が当選したばっかり、就任したばっかりのユン・ソンニョルさんに会いに来たんですね。アメリカからわざわざソウルに。その時にですね、真っ先に訪れたのがこのサムソンの本社な、サムソンの工場か。でそこでサムソン、バイデンさんはサムソン の, 今の会長かなに、君アメリカの企業になれって言って言うたらしいんですね。でそれでやっぱしそのサムソンの会社割と感激したんでしょうね。この投資を決めたんだと思うんですけども、こう6兆6600億円ってね、日本企業で単独でこれができる、これだけの半導体工場を作れる今日本企業ってないんちゃいますかね。ソニーや日立でもですね、この6兆円を超える 6.6 兆円という投資を一つの工場にですね出せるか、出せないでしょ。今 TSMC がですね熊本で作ってますけど、あれは一つの工場だけで2兆円ぐらいちょうどかな。で政府は1兆円近く出してるんですよね、補助金。違うわ、数千億円か出してますね。でこの 6.6 兆円の投資にはアメリカの政府もですね、まあ1兆円ぐらい出してるんでしょうね、きっと。まあここには書いてないですけどね。でもね、どういうことかというと、実はサムソンって中国にも5兆円ぐらい投資した工場があるんですよ。ところが今アメリカが中国に対して規制をいっぱいかけていてですね、中国だけでなく中国に投資した企業もですね規制をかけるということになってるんですね。で、どういう規制かというと、新たな投資をしてはいけないと、そういう企業とは取引しないっていうようなですね、そういうですね規制をかけていてですね、今サムソンは一生懸命それうちだけ例外にしてってお願いしてる最中でして、まあその辺が今ちょっと曖昧になってますけどね。で、これはですね、この2018年頃から米中対立があって、そういうふうな、最終的にはそういうふうになってきたんですけども、サムソン自体がもう完全に軸足を中国からアメリカに移してるということですね。で中国の工場はそのうちですね規模を縮小しつつですね、新たにこう新たな投資をせずにですね、まあそのうちまあフェードアウトしようというふうに考えているのかもしれませんね。ただですね、どんな工場なんだろう。 WSJ ワールドウォールストリートジャーナルですねによれば、新たな投資の多くは同州テイラーに集中する。サムソンはすでに同市に半導体施設を建設しており、付近には他の既存事業もある。追加投資によって別の半導体工場や先端パッケージング施設を建設する計画だという。サムソンは2021年にテイラーで170億ドル規模のプロジェクトを発表。テイラーはオースティンにある既存工場に近い。というので、この終わってます。何を作るんでしょうね。もうメモリー半導体とかってね、いうのはですね、もうサムソンの一番得意なところなんですけど、もう世界の需要って決まっててね、まあ要はパソコンとかスマホなんですけど、それが今以上に需要が膨らむということも考えにくいんですね。
で、今後膨らむ需要は AI 系の半導体なんですけど、これはですね、そもそも今の技術ではですね、ちょっと無理なんちゃうのという感じなんですけど、どういう目論見なんかよう分かりませんけども、で、これがですね、目論見通りに利益を生み出せない工場になったとするとですね、確実にサムソンという企業の存続が危うくなりますね。要はギャンブルなんですよ。ギャンブル。日本の企業って絶対こんなギャンブル的な投資しないんですね。というか、できないんです。なぜかというとですね、日本の企業というのは、大きな企業は、ソニーも日立もみんなサラリーマン企業になっていてですね、社長がサラリーマンなんですね。ほんで、経営方針を決めるのはですね、重役会議で通らなければいけないわけですね。この投資方針とかで、その重役会議を完全に掌握してる社長であればいいんですけど、どんな会社もそうですけど、大体派閥が2つか3つに分かれてやってるわけですよ。で、重役会議のメンバーの中にもですね、この反対派閥の人も何か入れとかなあかんわけですよ。でないとですね、なんて言いますかね、こう、一人の独裁者が支配すると必ず弊害って出てくるんで、で、またその、全く習近平みたいに反対派を全部排除するみたいなことをもうですね、できにくいんですね、日本の企業というのは。なんでですね、そうすると大胆なこう投資者が出てくると必ず反対派は反対するわけですよ。反対派閥は。なかなかこう意思統一を図りにくいというところにあってですね、無難な無難な、みんなが賛成しやすい投資案を出していくという形になるわけですね。そこを日本企業の弱いところでもあるんですけど、手堅いところでもあるんですね。ところが、サムソンみたいなですね、日本のトヨタと匹敵するような、でかい、一人より大きいかもしれませんね。会社でもですね、韓国の企業はいまだに同族企業でですね、トップがですね、この支配権を確立してるんですね。だから会長はここに6兆出すって言ったらもう入ってるようなわけですよ。それが強みでもあり、危険性でもあるわけですね。果たしてこのサムソンのですね、テキサスへの6兆円の投資がですね、成功なのかですね、失敗なのかというのはですね、まあこれ一発勝負みたいなものですよ。確実に成功するという見込みがあればいいんですけど、ないんですね。これに失敗こいたらサムソン存続危うくなりますよ。まあそれくらいのことはですね、分かってはいるとは思うんですけど、2、3年後、3年後か、4年後ぐらいには分かるでしょうね。で、その時にですね、もしかしたらサムソンは大きく傾くかもしれません。まあ、あんななってみたら分からんやんということですね。で、半導体ってね、こう、傍から見ていて思うんですけどね、3、4年でね、なんかこう、潮目が変わってくるような気がするんですよね。もちろん、良くなったり悪くなったりするんですけど、今ちょっとですね、サムソン SK 得意なメモリー半導体の需要が回復してですね、価格も上がってですね、サムソン業績を上げたらしいんですね、1、3月。まあでもですね、これも循環みたいなもんでしてですね、これからますますいけるで、みたいなものはですね、メモリー半導体ではなくて AI 系の半導体ちゃうかなと私思うんですけど、それは今 TSMC が熊本で作ってるタイプですね。なんで、何をどう考えてこう作ってるのかとようわからんなということ気はいたします。はい、まあとりあえずそういうことで、このブルーバーグの今読みました短い記事ですね、アドレスを貼っておきますんでですね、確認された方は行ってみてください。サムソン米テキサスでの半導体投資を440億ドルに拡大へ、WSJ という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。